ハンターの皆さん、そしてライダーの皆さん、こんにちは。プロデューサーの辻元です。アシスタントは宇佐美津こと宇佐美由紀です。はい、というわけで、モンスターハンターワールドの、発売1周年を迎えまして、明日までですね、この配信日の明日2月22日の、午前8時59分までアステラ祭りが開催されておりますというところと、これも、そうですね、あとですね、ウィッチャー3ワイドハントさんとのスペシャルコラボを配信しようということで、盛りだくさんですね。うん、はい、というところで、あとね、この前アメリカで、はい、ダイスアワードのっていうやつがあるんですけど、それのベスト RPG 賞をいただきましたということで、おめでとうございます。ます、写真だけ見ました。ああ、そうですか。受賞してる。ありがとうございます。というわけで、はい、1年経ちましたが、まだまだ多くの方にプレイしていただいております。モンスターハンターワールドですが、今日のゲストは、まあそんなテンション上がりませんね。ぶっちゃけね。ね。そうなんですか？ちょっとちょっとちょっと合ってない。合ってない。合ってないよ、どうした？もう呼ぶ前から入ってくれましたが、今回のお客様はまあファミリーのようなんですけど、実は久しぶりのザタッチの2人なんです。どうもザタッチです。よろしくお願いします。今ちょっとどれをやるかで迷ってすいません、なんかいろいろ考えすぎて、はい、なるほど、そういうこともあるんですよ。あるんですね。今ノーマルで行こうとしたんですけど、風は多分モンハンギャグをどっちの方いたんですか。そうですね、はい、行こうとして、はい、この番組だけです、こうなるの。毎回ただ楽しかった、迷いが出ちゃうんですよ。というわけで、今回は、はい、お二人がゲストです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。またちょっと久々です。はい、そうなんですよね。はい、意外とですよ。合ってれるのかもしれないですけど、はい、はい、後ほどゆっくりお話ししたいと思います。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。モンハンラジオ、醸造の部屋、この番組はカプコンの提供でお送りします。はい、改めまして辻元です。アシスタントは宇佐美由紀です。今回はゲストにザタッチのお二人をお迎えしています。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、はい、まずはこのいつもと違うコンビニの安いドリンク、はい、どちらがいいですか。ちょっとおかしいでしょ。いつももっとなんかね、なんで今日これなの、高級なジュース、外国のブドウジュースみたいなのとか用意してあったのに、これ100円のやつですよ。それ一人でストローさせて飲むやつですよ。それ100円で1リットルあるやつですよ。ゲストによって変えてんな。これでもいいじゃん、ほらブドウが2つ、ブドウが2つ、双子と一緒。どこを双子にしてんですか。どっちがいいですか。はい、じゃあリンゴかじゃあブドウをいただきます。いつもブドウのやつなんで、はい、ブドウの下になっちゃったんで。あの高いやつですよね。高いやつね。ワインの工場で作ってるみたいな。はいはい、というわけで久々？久々ですよ。ちょっと久々なんです。いつですか？1年は空いてないんですけど、半年以上空いて8ヶ月ぶり。あれそう？です。そんなにですか？意外と。だからあれですよね、カプコン TV のメンバーは本当にゲスト決まんなかった時に呼ぶみたいな。そうです。よくないですよ、その。誰かがハマんなかったか。それ。近々のゲストさんのギャラが高かった。違いますか？違います。元から決まってます。違いますか？元から決まってます。本当ですか？最近もなんか、ちょこちょこショコラちゃんとか平井さんとか。あれ決まんなかった時じゃないですか。そうだったの？そろそろゲームやりましょうか。早いね。早いです。手抜きだ。手抜きですよ。ちゃんと、いろいろ。トークの、アイドリングトーク。しましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。飲み物いただきました。じゃあ、はい、乾杯しましょう。はい、ご無沙汰です。ご無沙汰しております。よろしくお願いします。乾杯。でも変わんないですね。うん、はい、でも全然変わんないですね。美味しいけど深みが違うな。ちょっと違うね。あっち深みがあるもんな。ちょっと違うね。美味しい。でもこれも美味しい。すっごい飲みやすい。すっごい美味しい。じゃあ何の話しようか。何の話。8ヶ月ぶりやからね。そうですね。いや、角の話はいくらでもありますよ、それ。だから僕ら、カプコン TV に入って、はい。どのぐらいだろう。2年ちょっとぐらいですかね。あ、そんなに経ちますか。はい、はい、で、そうするとちょこちょこ涼蔵さん来るんですよ。ああ、行きます。来るんですよ。涼蔵さんが出るんですよ。今までですよ、今までゲームショーとこの涼蔵の部屋だけ
考えとけばよかったのに。モンハンギャグをね。定期的に会うようになっちゃったから大変なんですよ。もう早く新作を出してもらわないと。とりあえず早くアイスボーン来ないかなって。ネタがなくなってきてる。そうですよ。一番熱望してるのは僕らですか。アイスボーン。最近はね、どちらかというとね、面白いというよりもうまいってやつが多くなってきてる。ああ、そうです。この間あれでやったカプコンティーンでやったな。こうですね。はじけくるみ。あ、なるほど。なるほどじゃないんですよ。噛み締めなくていいんです。笑ってほしいんです。結構真剣に考えてます。でもすごいね、あれで言ったらもうだって5年前ぐらいからずっとモンハンギャグやってる。そうですよ。もっと前かな、もっと前ですかね。もっと前からやってますね。一番最初にできたのがちょっとちょっとドスちょっと。そうですよね。それだって、それ何年も前ですもんね。だってトライの時に大阪と東京分かれてやったから、あの時ドスちょっとあったから、あの前にあそこの新宿の、そうですね、あそこのビルでっかい、こういうなんか渦巻いてるビルあるじゃないですか、新宿のところに。あれですよ、モード学園が入ってる。そこでイベントやったんですよ。うん、はい。あれ何の時でしたっけ？あれそこでいましたね。はい。やったやった。その時に多分作った。はい。江戸紫さんと一緒に出演して、モンハンギャグ作ったんですよ。みんなでモンハンコントとかやったんですよ、その時。江戸紫さんもモンハンショートコントやって。ああ。で、その時に作って。はい。で、まあ、それでいいのかなと思ったんですけど、なんか何回かして、その、モンハンのアーケードのカードの、発表会の時とか、はい、よし、満を持して、うん、ベストコレクションみたいなのやったら、良造さんが、うん、新ネタじゃないんすか？みたいな。明らかに不満だったな。ベスト版じゃダメだった。僕らね、こう、ね、いろんな取材とかも入ってるし、ベスト版持ってたら、新しいのはないんですか？そこから、あ、毎回新しいの作らなきゃいけないんだってなって、で、今に至るわけですよ。はい。面白いんですよね。たまにでも双子である必要がないと。その時ちょっと怒るんですよ。それダメなんで。なんで怒られなきゃいけないんですか？ネタ作って。限界あるんです、双子とモンハンのコラボ。せっかくだからね、それ使ってほしいもんね、双子のネタをね。でも1年もワールド作ってますから。そうです。まあ確かに。そうなんです、アイスボーン。アイスボーン来てほしいんですよね。確かにね。確かにね、アイスボーンもね、秋ですからね。はい。もうってことじゃない。もうじゃない。そういえば、この前、もう、帰り、ラジオ収録終わって、はい。宇佐美さんとこう、帰りの、駅の方まで歩いてて、はいはい。辻本さん、あれ、あの情報いつ出てくるんですか？アイスバーンって。アイスボーンって。今更間違える。本当に良くないですよ。一番近くでやってるのに。あれあれ、アイスバーンって言ってましたね、完全に。最初の時にみんなが言ってたやつですね。そう、みんなが間違えてる方やん。やっぱどうしてもまだアイスバーンの方が馴染みがあるんで。それ、そうそう。冬はタイヤが滑るやつ。そうそうそう。どうしてもね、まだ口が慣れないですよ。アイスボーンですからね。アイスボーンですね。ボーンの楽しみです、本当に。アイスバーン。ほんまに。大丈夫？大丈夫、大丈夫。大丈夫、まだ秋まであるんで、ちょっと。まあ確かに。秋までに言えるようにしてそうそう。言えるでしょ。今日言えるよ。いやでもコラボとかも結構やってますよ、僕ら。はい。はい。何？クレスト？はい、やってますよ。あ、そうですか？何やったんですか？ウィッチャーの、はい。霊戦。お。ウィッチャーの攻撃は面白いですね。うん。全然違うゲームやってるみたい。これ今日やるふりですか？ちょうどね、やれるの？そのお便りが来てたので。はい。じゃあメールでもらいました。ピロシキマルさんからです。良造さん、宇佐美さん、ゲストさん、こんばんは。こんばんは。ザ・タッチだよ。分かってない時のあれ、いじってるわけじゃない。ウィッチャー3ワイルドハントとのスペシャルコラボ、すごいです。特に今まで見たことのない、まさに人型の二足歩行モンスター、ビビる、燃える、もうたまりませんと来てます。はい、そうなんです。実はですね、この人型の二足歩行モンスターって写真書いてくれてますけど、そういう、モンスターが出てきたの初めてなんです、これ。はい。モンスターハンターシリーズ史上。もう、今までもいないんですか？そう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 。か。はい。そう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 。だから、あれですよね、乗ってる時に違和感感じますよね。そう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 。乗れるんですよね、ここちょこんって。はい。
そう、おんぶしてもらったりとか。で、ちょっとね、一風変わったような、はい、クエストになってるんで、全部言うとあれなんで、うん、まだやってない人はぜひ、プレイしてほしいです、はい。そうですね、はい。面白いですね。かなりね、本当にモンハンっぽくないと言ったら、うん、違うゲームやってるみたいな感覚になるようなやつなんで、はい、ぜひやってない人はやってほしいです、うん。はい。そうか、でもやったんですね。やりましたよ。やってます、やってます。はい。はい、意外ですね。なんでですか、なんで意外なんですか、なんでですか、やってますよ、ちゃんと。意外とやってないんじゃないかなと思ってて。いやいや、そんな進みは遅いんですけど。だいぶ遅いですけど、はい。ちょこちょこやってますから。はいはい、そうですか。やっとハンターランクも50を超えて。うん、あ、そうですね。50超えてましたね。はい。はい、いろいろいけるようになってます。ね、ようやくここでね、こっから広げていきますからね。そうですね。そうですね。はい。はい、超今更ですけど、もともとも幼少期からずっとゲームやってる。ずっとゲームやってますよ。そうなんですね。はい、昔からです。見た目だけでごめんなさい判断して、あんまりゲーム上手じゃないのかなって。いやいや、そんなことないです。見た目はうまそうでしょ。なんか、そうでしょ。そうなんですね。そうです、そうです。なんか、そんな話はあんま聞いたことなかったですよね。ゲーム昔からやってて上手だとか。昔は一切やってへんって言ったよ。いやいや、ご飯食べてる時。ビジネス双子じゃないですか。ビジネス、双子はビジネス。なんだビジネス双子って。生粋の双子だ。ビジネス双子ってひどい言われてちゃんともう昔のゲームからね、はいはい、ずっとやってますよ。やってますやってます。意外と知らなかったかも。なんか昔の話あんましたことないです私。まあ確かにね、うん、でもこの人は意外と年近いから。そうですよ、うん、誰と。あれこの二人が。え、そうですよ。一緒だよ。ビジネスなんだから。ビジネスじゃない。なんで急に年子でした。ないでしょ。いや、でもまあ、宇佐美さんと同じぐらいですから。近いです、年。そう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 。なんなら年上ですから、舘さんの、はい、私より。あ、そうなの。こう見えて。そうなの。あ、じゃあもう結構行きましたね、逆に言ったら。もう、結構行きましたね。まあまあ行ってるんですよ。ね、36。ね、はい、初めて自分で買った、スーパーファミコンがあれだね、はい、ストリートファイター2で。あ、そう。学区外に、近所のお兄さんと一緒に行って、買ったんですよ。ドキドキしながら。学区外に、はい。二人で。二人で買いましたね。はい、で、二、うん、人で対戦できるんで、うん、で、それでまあまあ上手くなりますよ、ね。へ、どっちがどっちか分かんなくなっちゃいますよね。分かる、分かる。分かります。違うキャラ選んでる。分かりますよ、あ、でも兄弟で2人で一緒にできるのはめっちゃいいですね。そうそうそう、そうなんですよ。また1個上、2個上のお兄ちゃんとかじゃないから、うん、レベルも同じくらいなんですよ。あ、だからちょうどいいんですよね、ライバルとして。対戦もね、はい、喧嘩になんないですか。喧嘩にもなりますよ。喧嘩になっても大体相打ちで終わるんですよ。同じくらい。体力もリーチも同じだし。大体2人とも鼻血出して終わる。腕前的にはいつもどっちがこれはうまいとかアクションはうまいとかはないんです？腕前、いやでも大体、いやでも子供の時はなかったですけど、だから最近はいろんな好きなゲームとかでやっぱ、うん、ズレはずれてきますけどね。なるほどね。カズヤはバイオ、そのめちゃくちゃうまいです。今話の流れでやっとわかったんですよ。今喋ってる方がカズヤです。カズヤです、はい。そうですよね。はい、カズヤさんもやっぱりじゃあ急にカズヤさん急にカズヤさん急に分かったからいつもタッチさんとしか呼ばないですよ。間、2人の間をぼやーっと見てタッチさんって言ってこの辺を見て良三さんは で、なんか見分けついてないでしょっつって、うん、いや分かりますよ、カズヤさんとタツヤさんつってタクヤだよカズヤさんって内包ぐらいの、そう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 名前が怪しい。タクヤかタツヤなのか曖昧なんですよ、良三さんは。そうなんですよ。ほんと何回、何回やっても分かんないですね。興味がないんです、多分。まあ、どっちでもね。まあ、いいじゃん。どっちでもやってもね、じゃないですよ。だいたい決まってるんですよ、でも。はい、こっちに座るとか。あ、これ立ち位置はもう完全に決まってる。決まってます。はい、これじゃないと気持ち悪い。忘れちゃうよね、それもね。それ入れ替わったらやっぱり、なんか、入れ方の気持ち悪いんですよ。なんかちょっと、へぇ、うん、普通に歩いてる時とかもそう。普通に歩いてる時もこれ、はいはい、へぇ、この並びになっちゃいます。自然の。多分そうですね。生まれた、お腹の中からこの立ち位置だったのかなって。本当に思いますね、その。多分。なんか昔から気持ち悪いんですよね。へぇ、うん、もう芸歴って何年なんですか。芸歴16年目とかですね。はい、でも20歳から。20歳から。そうです、そうです。はいはいはい。
16年経つんだね。16年知ってます、最初の頃経つんだねデビューから知ってます。デビューの時は知らんよ、うん、いやそうですね、適当だな変わってなさそう、見た目とかはあんまり。そうですね、はい、あんまり変わってないですね、はいはい、シュッとしてた時とかあるんですか。あの和也が高校の時、うん、痩せたんですよ。そうなんだ。今より多分20キロ近く。そうですね。え、片方だけ一緒に痩せてた時期ではなくて。いや、拓也はずっとこんな感じなんですよ、はい、うん、和也だけ20キロぐらい今より痩せてて。え、じゃあ、はい、そっちの方がモテたとかはあります。和也の方が若干、ね、はい、ちょっとあの茶髪とかにもしてました。あ、ちょっと都会の高校通ってたんでそこなんだ。そうですそうです。なんかちょっと前バレンタインだったし、なんかそういう双子エピソードがあるのかなと思って。いやないです。今も全く同じ。今も全く。でもそうなんだ。そう、バレンタインで言うと僕らだから、うん、この小学校 1,2 年生ぐらいの時も、うん、本当に2人ちっちゃくて、うん、相当可愛くて、うん、はい、痩せててね、2,30 個もらってましたね、バレンタイン。マジですか。小学校のお姉さんが、お姉さんとかから持ってくるんですよ、モテキ。ハロウィンと間違えてんじゃない。トリックはトリートじゃないんだよ双子の仮装可愛いんじゃないバカにしちゃう。え、すごいですね。そうですよ、だから、はい、それ二人ともにくれるんですか。そうです、可愛さのピーク、はい、ピークは小学 1,2 年生可愛さのピークです、はい、今なんか妖怪みたいになってしまった可愛い、ランドセルしよったら可愛いですね、まあ、確かにね、うん、その時は可愛かったんですよ。年齢不詳で、性別不詳で、この間おばちゃんに間違えられた。それは分からないでもない。ベリーショートの。女性ですかって映画館で。レディースデーってこんなこと。女性ですかちょっとでも赤すりしてくれるそうだもん。赤すりしてほしい。アジアの赤すりおばちゃん。面白いな。面白いですね。性別超えてきて。性別超えてきて。分かんなくなってきて。早いですね。もうちょっとね、おじいちゃんおばあちゃんになったら、それは分かるんですけど。もうちょっと。はい、もう30代でも分からなくなって。いやー、さすがやね。毎回毎回ネタ持ってくるね。さすがですね。いやいや。面白い。ありがとうございます。はい。はい。というわけで、はい、何を話しますか。もういいっすか。ゲームやる。いやいやいや。じゃあ、いや自分から言うの良くないですけど、じゃあモンハンギャグ。あ、もう行きますか。今日なんか自信があるのか。自信ないっすか。自信ないっすか。だって、いや間違えた間違えた間違えた。違う違う違う。最後だって今ゲーム行きそうな感じだったから。忘れてんのかなと思ったんですよ。最後まで引っ張られるとちょっと逆にやりにくいんで。はい、どうする？じゃあ行ってもらうの？見ましょう。見たいです。はい、新ネタ皆さん。ギャグじゃないですけど。はい。はい。はい、なんだろう。じゃあ行きます。はい。これわかる？これ。ん？あ、双剣！双剣！正解。おー。うん、これわかる？あ、それもあれでしょ、重そうだし、ハンマーでしょ。あ、正解正解。おー、いいね、いいね。じゃあ、俺もいい。うん、これわかる。そう、片手剣でしょ。違う違う違う。いやいや、下手だけど片手剣だ。違う違う違う。え？じゃあ、これだよ、これ。これ何？ガチャブ！双子である必要がない。まさにそれでしたね。これ双子である必要がない。かわいい、今かわいい、今かわいいです。これは双子である必要がある。これは双子である必要があるんですけど、双子である必要で難しいですね。あと自分で振らなきゃよかったって。面白いしな。今日お土産一つですか。お土産の方は一つですか。これともう一つ、あの惜しくも落選した方があります。あ、そう見ます。うん、もう今見ます。一番最後にしようか、それ落選したやつ。一番最後にしようか。でも落選したらしいです。そっちの方が面白い時もあるもんね。そうですかね。あり得るからね。いや、またじゃあ、あとにしよう。あとにしよう。一番後にしよう。デザート的な、デザート的にいきます。引っ張られるの嫌だな。わかりました。じゃあ楽しみは後にして、はい、ゲームしましょうか。じゃあ、行きましょうか。やりましょう。話したんですよ、これ。そう、ほら、じゃあ行きましょうか。じゃあ一回ゲームしましょう。はい、はい、では準備をします。はい、さあ準備ができました。はい、今日は
タクヤさんの画面でよろしいですか。はい、はい、お願いします。配信したいと思います。はい、今日はじゃあ話題のですか。話題のいきましょう。ちなみに8ヶ月前に来てもらった時のお二人は、はい、マムタロットでクエスト失敗のまま帰っていると。マムタロット苦手なんですよ。あ、そうなの。はい、マムタロットでサモチさんっぽいですね。あの炎、ドロドロのやつ、あれ燃えちゃったんですね。あれを逃げ切れなかったんです。あ、そうなんですね。では行きたいと思います。はい、はい、モンスターハンターワールドで一狩り行こうぜ。行けるかな。はい、というわけで今回の画面は、はい、タッチさんの画面があります。はい、タクヤです。タッチだと2つになっちゃうんで、もう忘れたんですか。個人名言ってもらわないと。じゃあ行くで。大丈夫かな。なんか注意点はありますか。頑張る。注意点です。気持ちじゃなくて。気合燃やす。燃やす。燃やす。これ危ない時言ってくださいな。あと閃光とかね。あと、まあ、宇佐美さんは結構、あ、これもちゃんと見ましょうかね。怖い。なんかが起こりそう。やっぱ二足歩行ですもんね。あ、来た。肉移動だけだ。あー、何かがありそうだね。こんなのちゃんとね。よいしょ。ザワザワザワ。お？来た。来たー。うわー、レンシェンとレンシェン、レンシェン出会ったことない。確かに指は4本。コントローラー震えた。ほら、これでもう操られてますよ。ほら、怖いですね。操られた。お、消えた。いいデモですね、これ。かっこいいですね。大丈夫。はい、行くよ。はい、はい、はい、効果薬のも行くよ。あ、そういうの持ってくれよかった。俺も、あ、でも俺がさっき行かんかな。まあいいか。うん、達也、達也行こう。タクヤです。達也今日来てないです。達也来てない。はい、達也いないんですよ。三つ子。よし、達也はいないけどな。ちょっとどっかでエシロっていうのがありますけどね、よくね。あれ、違うんですよ。僕らの兄弟じゃないですか。あ、違うんですか。兄弟と思ってません。違います、違います。エシロさんと僕らの違い、肩幅見てもらえます。広いのがエシロさんです。あれ、違うかったんだ。違います、はい。もう行っちゃっていいですか。いいです、行きましょう、行きましょう。でも似てるもんね。似てる、うん、エシロさんにですか。僕らあんな、青柱みたいな感じですか。ああ、面白いな。もう体型似てたら何でもありですからね。こっち合ってんの時は。いや、わかんない。体重キープはもうやってるんですか。あ、でも僕らは、そうですね。基本、ダイエット番組とかが2ヶ月に1回ぐらい来るんですよ。へぇー。嘘。はい。だその都度痩せては戻して、で仕事によって、はい、コロコロ変わる。ダイエット番組来る。なんで同じように痩せるんですか。そうです、そうです。はあ、すごいね。うん。なんでもかんでも同じように。良造さんだけ違うとこ行ってるじゃないですか。誰が合ってるんですか。ついてきちゃった私。誰についていった。双子のどちらか。あ、そうか。俺アイテム忘れてるな。ほんでこれ。あれ。しまったな。開いた。良造さん。でもこの辺でいいんですよ。カズヤ発見。はい。合ってんのかな。あれ？ついていこう。エシロさんどこにおんね。いや、エシロさんいないんですよ。今日来てないですよ。今日来てない。はい。今日来てた。あれ？ちょっと待ってね。これみんなまだ。まだ。この辺の深い森の中でしょ。あ、来た。リトンしてる。どっちか。やべ、俺合っちゃった。どうぞ。あ、ちょうどいいですよ。画面のある人が。あ、確かに。うわ、怖い。行くで。どこにいる。どこ行った。いたいたいた。こっちか。もう速攻着よう。うん、それはいい。あんまりやっぱあんまイグにもそこまで効かないんですね。ガチャ超えた。ガチャ超えました。あ、どこ行った。
うわ危ないよ。危ね。誰？どこ行ったか分かんないです。カズヤです。よし。おお抜けた。ここここ。こいつら先にやった方がいいですね。はい、当たってない。あ、なんかいた。なんか音が鳴ってるね。すいません。あ、飛ばされた。誰かに。あ、じゃあごめんなさい。タクヤです。わ、結構食らうな。結構行くから気をつけて。はい。そこまで使えない。おっと。誰かひー大丈夫よね。ちょっと一応この。まだそんな強い攻撃してきても全然大丈夫ですね。で、おお。めちゃめちゃ同化するな。わお。わでも結構確かに。間違えた。どうじゃない。ああ。惜しい。うわすぐ消える。すぐいなくなる。無理か。どこ行った？どこ行った？いたすごい森と同化してる。森と同化してる。いい色。すぐ消える。森と同化してる。森と同化してる。やばい、転身がなくなった。そうだよ。うん、燃えてる。よしゃ、ここが勝負だよ。うん、よしゃ。めっちゃ減るんですか。ほら減るよ。いつの間にか減ってたりしますよね。減ってますね。静かに減ってた。ちょっとあれ使いたいな。おいや危ない。大丈夫。相当食らう。やばい。ひさめさん、はい、回復をお願いします。飲んでますよ私。これもいけんじゃねえか意外と。え、こんなペースでいけるんですか。でもダメージはそんなに食らってない。どうだろう。いやでも結構近づくと知らない間に減ってんだよな。あーやばいやばい。やばい。回復します。あ、ありがとうございます。カズヤです。カズヤです。あ、どこ行った。上、後ろ後ろ、上上上。うわ、またいらんとこに。せっかくならタケヤ乗ってよ。あ、見たい。肩にね。いや、乗りたいけど、もう傾斜使って乗りましょう、ね、あ、通り過ぎた。あー、やばい、やばい。回復、回復。大丈夫です。ありがとうございます。燃えてる。あ、これ今効いてる感じです。よし、あ、いなくなった。すぐいなくなる。うわまたジャグラス出てきた。ジャグラス先に。やばい、やっぱり、やばい。やばい。久々回復を。回復します。私も参加してた。なんで私に言うの。私別に回復係じゃないよ。参戦してます。あ、違うんですか。いつもおなじみの回復係じゃないですか。今日は参戦してますよ。やばいよ、気をつけて。よしよし。もう先行。助かりました。あのジャグラスをナイス動き止めてやります。うわーい。あ、消えた。上か。上は嫌だ。上は嫌なんだよ。どこに行った。お、いた。下の。あー、やばい。大丈夫。大丈夫です。オッケー。俺か。おれい。乗りに行くで。乗りみたい。乗りみたいですね。乗りみたいです。おれい。わおわおわお。わもうちょっとで乗れると思うけどね。ジャグラス。よっしゃ、ジャグラスいった。よし、ジャグラスはもうの後で。さあ、気をつけて。ナイス。やばい。やべえ、それやばいんだよ。それやばいんだよ。
あー、くそ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 、燃やすタイミングがあんまりわかんないです。ちょい危ない。お、ナイス、よいしょよいしょ、あれ行って、うん、これちょっと研ぎたいな、研ぎたいな、うん、ナイス研いでます。よしよし、乗り、乗っちゃえ乗っちゃえ。敵は乗れないの？乗りたい。うわ、来てた。あ、上行った上行った、危ない。上か、上嫌だ。お、来た来た、かっこいい。うわ、のしのし、のしのしで堂々としてますね。うん、よし乗った。ナイスです。乗りやしたぜ。だから、ゆずさん乗ってます、うん、見てあげて。ゆずさんが乗ってます。角に、角にしがみついてます。いけ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 。そうなるんだ、確かに。乗ってるよ。よ し倒すよ。はいはい、ドシン、ナイスです。あー、ひざまずいた。スノ、竹もうちょっと後ろ下がって。あー、竹だ。もういないよ。なに、何もないです。おっしゃ、いいですね。悪くないよ。これどうかしやがって。あ、天身の装備もう使える。あ、霊神の能力強化された。じゃあ清岡和也、うん、来た。おー、飛ばされた。キラ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 、お、燃えてる。これあれやね、ちょっとね、ターゲットがちっちゃいからこう、あ、当たりあっちゃうね。あ、そうですね。あ、そういうことですね。みんな近接になっちゃいましたね、うん、うわ、どこだ。こっちだ、こっちだ。いや、強い。まだまだですよ、これもちろん。まだまだか。あ、ちょっとあれですね、相打ちしちゃうな、本当に。ほら、相打ちしちゃうでしょ。あ、ごめん、今のでやっちゃったね。強いっすね。強いっすよ、さすがに。さすがに危ない。やばいっす、ここ踏ん張りどこっすね。じゃあ一人減った仲間が。俺のこと合わせてくれ。はい、わかりました。はいはい。あ、あ、いたいたいた、ひるめ。よいしょ、よし、やばい。うーん、あー、また、また外したグラス来た。飲みます。あぶねー、グラスをやっつけてます。私のことを狙ってる。これどうしたらいいんですか、この赤いやつになったとき。あ、狙いを定められてるとき。どこる、逃げるのみ。ロックオンされてる。そうですね、敵視みたいなのになってます今。もうなるんですよね。飛ぶか、飛ぶか。よし、ジャグラスをやれ。ナイスジャグラス。よし、ナイジャグ。いや、僕はジャグラスじゃないんで。ナイジャグ。ナイジャグってなんですか。うわお、あ、捕捉されてる。チャンス、いった。ジャグラス、ジャグラス、くぅ、危ない。ジャグラス、危ない、危ないよ。よっしゃ、ジャグラス来た。ジャグラス、よっしゃ。あ、危ないですよ。大丈夫か。
で今粉塵使いました。これちょっと本当にあれですね、誰か本当は、はい、遠距離がいいかもしれない、みんな近接ですもんね、見事なほど。やばい、危ね、ありがとうございます、大丈夫です。乗って乗って飛んでるかな、あ、拘束された、拘束されてます、ちょっと待って待って待って、行く行く、拘束されてる、タケア軍人行くに、ちょっとあ、行くに戻します、あ、いやいやいや、助かれなかった、ごめん、すみません、ごめんなさい、すんまへん、二人追い気になった、今におち、はい、におちです、におちやばい、普通に3ですか、3、危ないっすね、行って、やばい、あぶねえ、いやあぶねえ、まあでもね、うん、失敗するとは思ってますよ、まだまだしてないいや、まだここから諦めないでしょ、諦めないで、なんでいけるわけないよ、みんなまだやったことない、いや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 、やばい、でもあれや、もう一個の新ネタの方がみんなすごい楽しみになってきたもう先のこと見てる、いやこれ倒しましょうよどんなんやろな、めちゃくちゃ時間かかります、ね、どんなんやったらモーサミ双子を生かしたやつかってことですか、邪念を捨ててください双子生きてるやつなのかな、ちゃんといや、どうしよう、生きてなかったらどうしようどこだどこだ、ありえない、誰でもいいね、それやったらね、転身来た、転身切れるよ、また来た、危ねえ、なんか何かが反応する、携帯鳴ってるね、誰かシリ呼んでます、すいません、なぜかシリ呼んじゃいましたあ、やばいやばいやばい、やばいんじゃないですか、あれ、拘束されてる、でもこっち来るかな、やばい、よし、すいません、よし、危ねえ、転身来ました、よしよし、やばい、これ来るよ、下から、ほら来た、よし、じゃあこれ進めた、助かります、え、これでもまだ行けなそうですか、まだ時間かかるでしょ、硬いですね、じゃあこれ進む、よし、バウンティー達成、は？まさかなんでここで稼いでるんですか、小型モンスター、よし、ナイス、ナイスバウンティー、小型モンスターのバウンティー、ナイスです、俺じゃない、なくなった、出てきた、今チャンスよ、いった、殴られた、誰に殴られた、こいつにゃお大丈夫、今チャンスよ、わお、サンキュー、あ、いた、ここにいるんだ、あ、痛い痛い、それ俺、これがね、うわい、これやばいよ、うぃー、やばい、うぃー、やばいやばい、マジやばい、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、うぅ、あれ？カウンターもらいました飛んできた、今すげえ叩かれ方してたジャンプしたの飛んできたとこペシッて間違えて滑空を持ってきちゃった、何やってんだよ、ここ使わない滑空、あー、危ない、あー、やばい、やばい、やばいかな、達也がやばい、達也がやばい、拓也です、達也いましたっけ、ナイスです、危ない、やばいやばい、やばいね、あー、ナイスです、よし、あー、当たらんかったやん、ちょっと憎い鳥が邪魔だな、そうだよね、あー、すぐいなくなる、危ない、
ナイス。よいしょ。一体と。危ねえ。やばい。あーあー、宇佐美さん。はい、私です。まあ、しゃあない、回復しときゃよかった。ごめんなさい、ごめんなさい、じわじわ来てた。仕方がないです。いやー、すごい、全然ですか、これ。まあまあまあ、まあ、しゃあないっすよ。すげー地味なクエストでしたね、うちらがいたんだ。まあね、一回でもノリ見えましたね。まあまあ、だここはね、いい感じに短く編集してもらいましょう。でも、ノリ…今日本当に見せ場がない。そもそもね、パーティーの武器のチョイスもみんな打ちしまくってたし、本気じゃなかったのかなっていう。本当はやっぱガンナ一人遠距離いて、全然バランス悪かったもんね。チームワークのせいでもありました。でも一番の店はノリですか。ノリ、うん、さん乗ってました。あれ、リョウソウさんがあそこだけ使ってもらって、レーシェンの姪っ子みたいになってたの。可愛かったです。可愛かったですね。あとはもう肩車してもらって、タッチがこう飛んできたところはペチってやられてる。使ってもらえるの面白かったですな。はい、じゃあちょっとお便りいきますか。はい、地味でした。すいません。はい、すいません。ありがとうございます。時間稼ぎましょう、ちゃんと。時間稼ぐって言わないでください。はい、じゃあね。じゃあメールをご紹介しますね。はい。ハンターネーム秋葉澄さんです。はい、ちょっと時間ができたので、餃子の部屋のバックナンバーを飛ばし見しつつ楽しんでいましたが、この番組って芸人さんのゲストが結構多いですね。確かに。ゴージャスさん、ナスナカさん、ザタッチさん、メザリさん、ラジバンダリさん、うん、ラジバンダリさんも来てたんですね。うん、中でも僕はメザリの平井さんのとぼけた感じが好きです。うん、平井さんと柳原さんはなぜかバラバラできますが、ぜひ二人一緒に呼んであげてください。あ、確かにそうですね。いつもバラバラ。二人で来たら、でもね、僕ら多分喋れへんようになるよ。よー喋るから。そうですね。よー喋る。二人だとすごい喋りますね、確かに。平井さんってどうなんですか？面白いですよね。平井さん面白いです。面白いです。カプコン TV でね。はい。平井さんはずっと絵描いてます。そう。絵がめっちゃうまいよね。うまいんで。めちゃめちゃうまいんですよ。そう。カプコン TV の台本、大体、落書きだらけです。あ、上手。そう、超うまい。カプコン来たけどね、あの人。それもよく言ってますね、番組で。よくそうスタッフさんに、なんで俺が落ちてお前受かってんのって。かなめさんの。とぼけたスタッフさんに言ったね。面白いな。もうちょっと行きましょう。ね、どっちがいいかな。と、この方行きますか。初めてだと思う。ツイッターから、うん、ハッシュタグ、良造の部屋でもらいました。ハンターネームはハノンさんです。うん、先週、ハマくんがゲスト、ん？ハマくんがゲストで、行ったカプコンの方がやられているモンハンラジオ、音声で聞けるんですが、未だかつてないスーパー早口マシンガン専門用語、マシマシで喋りまくるもんだから、カプコンのプロデューサーさんが喋ることがなくなってたのが面白かったし、大好きなんですよーって。僕ほとんど喋れなかったですもんね。あ、そうですか。そうなんです。ガチ、ガチ。そうなんです。ガチで。ずーっと喋ってくれてて、ね。面白かったですね。すごい勢いでしたね。うん、また来てほしいね。面白かった。専門用語っていうのはモンハンの専門、モンハンのことをこうずっと語ってくれてて、すごいですね。ね、タッチさん減らして、ハマさん来てもらって、うん、おい、ね、減らしてくださいハマさん、弟に弟にしてください。じゃあもう一つだけ最後。はい、はい、もう一つはですね、はい、花店は読めないさんです。はいはい、番組、この番組では最近なりたいモンスターは何というお話をすることがありますが、うん、僕はモンスターになるなんて恐れ多い、うん、痺れガエルで十分です。ゲストさんはどのモンスターになりたいですかって思ってます、これ合うんかな、どう思う。せーので、せーのとか、ちょっと待ってください。一回想像していいですか。ワールドの中で、あ、でもシリーズでもいいですよ。シリーズ、うんうん、なるなら、ね、ワールドってババコンガがいないから。いやいや、別にババコンガ選ばないの。難しいですね。なりたいやつでいいんですよね。なりたいやつ、なりたいやつ、うん、うん、じゃあせーのでいく。じゃ浮かんだら、浮かんだら、うん、はい、え、浮かんだこれ。あ、これあったらすごいけどね、はい、シリーズってめちゃめちゃいるから。あ、出た、うん、まあ出ました。じゃあ揃うかもしれない。じゃあ行きましょう。揃うかもしれないってね。行きましょう。じゃあせーの、アカムスカトル。全然違う。文字数も違うし。僕はなんで赤むと俺が浮かむ、浮かむで、浮かむって言えばよかったんだ。ああ、そう、もうそこまで想像したわけですよ。なんでテオテスカトル7かな。7を想像したんですかね、相手は。タクヤが7って言ってくれるのを想像して俺は言ったわけですよ。
絶対思ってない純粋になりたい目が泳いでるあ、ただ赤も手をも火のあれですね住んでるとこは同じようなとこほんとだおお無理やり揃った揃った無理やりじゃあ、お便りはこれぐらいにしときましょうか滑った感じになりましたけど、はい、じゃあ、はい、このお願いしときます、はい、じゃあ今日もですね、メールいや、ツイッターをですね、ご紹介させていただいた方にはプレゼントをお送りしたいので、花店は読めないさん、秋葉ずみさん、そしてハノンさんと、最初の方に読みました、ピロシキマルさん、よろしければ住所とお名前、そして連絡先を番組の配信ページからメールフォームで、メール読まれたよと送ってください。辻元さんの机の周りの何かグッズをお送りします。はい。はい。では、この後は、ギャグを残してですね、まずは、モンハン関連の最新情報をいきたいと思います。はい。担当は高橋みなみちゃんと、もてあま編集長です。お願いします。モンハンラジオ、モンハン部放送局、サード。この時間はモンハン部放送局サードのコーナー。この番組ではみなちょこと高橋みなみです。モンハン部編集長の本山です。まずはメールを一通ご紹介します。ハンターネームカリブのハンターさんからいただきました。モテさん、高見野さん、こんにちは。アステラ祭り感謝の宴楽しんでます。特に食事で食べる感謝の宴定食最高です。これからも定期的に祭りもお願いしますということで、うん、こちらアステラ祭り感謝の宴は2月22日金曜日、明日 AM8 時59分まで、うんです。はい。そうですね。そうなんですよ。1周年記念ということでね、うん、ずっとやってましたけども、とうとう終わってしまいますね。終わってしまおう。ねえ、そうなんですよ。うん。まあそんなこんなで、ちょっと今回はですね、ちょっと情報量少なめなんですけども、早速行きたいと思います。はい。はい。ではですね、もうこれ皆さんやってるかだと思いますけど、まだやってない方ね、いらっしゃると思いますので、ご紹介したいと思います。はい。ついにですね、解禁されました、ウィッチャー3とのコラボ、うん。これもう超話題になってますね。そうなんですよ、うん。これ、ね、まだやってない方、ぜひぜひプレイしていただきたい。はい。はい、イベントクエスト以来、森の精霊っていうのがね、配信されております。メインターゲット、エンシェントレーシェン。そう。討伐。そうなんですよ。わっ日本足やぞっていう。そうなんですよ、二足方向。はい、ね、青柱だけかと思いきや。はい。こんなね、人型っていうんですかね、うん。こうね、いわゆるこうモンスターじゃない。はいはい、あ、モンスターって言ったらモンスターか。うん。うん、なんだろう。なんて言うんですかね。なんて言うんでしょうね。手を使うやつ。そう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 。ちょっとファンタジックな。はいはい。うん、まあ、これなぜかというと、そのウィッチャー3とコラボしたことによって実現されたんですよ。はい、そうですよね。普通のモンハンの世界観では、うん、なんかこう、出ないモンスターですもんね。いわゆるこう、魔法とか使える世界じゃないんで、はいはい、なんですけど、まあ、ウィッチャー3はですね、そういう世界観で、今回コラボ、うん。がっつりコラボっていうこと、なかなかね、はい、こんだけ作り込むのはないっていうぐらい作り込んであります。うん、おー！で、ちょっとね、ウィッチャー3のファンから言わせると、結構やってくれたな、みたいな。ほう。はい、ところがいろいろあって、そういうとこ探していただくとね、うんうん、楽しいかなと。モテさんも。はい。ウィッチャー3。僕もやってましたけど、うん、あのね、テキストの出方と開業の仕方が、そのままなんですよ。うん、ああ、なるほど。そういうところにも、そうそうそう、こだわりがあるんですよ。コラボを感じる。そう。なかなか普段のモンハンでは、うん、そういうテキストの送り方しないのにみたいな。そう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 、そうなんですよ。細かそう、そういうとこまでやってるんですよ。なるほど。じゃあちょっともうファンの皆様は、うん、ぜひモンハンの世界観もね、はい、楽しみつつ、うん、うわ、俺たちのウィッチャー3を感じていていただければっていう感じですね。はい。で、今回その、専用の装備があるんですけども、はい、この装備をですね、まあ、意識装備、うん、このクエストやるときに、装備するんですけども、はい、そうすると魔法というか、火が出せるんですよ。おぉ火を操る魔法がこう出せるんですよ。マジっすか？そうなんですよ。かっこよ！ハンターさんじゃなく。そうなんですよ。もう、なりきれるんです、ゲラルトに。すごい！で、ここで、装備を取ります。はい。取ったら、モンスターハンターの方でもそれ装備できるんで。その意識装備使うと火が出せるんですよ。すごっ。今までにないね。じゃあもうリオレウスに負けない。ね、で、僕もね、まずそこまで試してないんで、はい、どうなるかちょっと楽しみなんですけど、うんうん、ちょっとね、気になりますよね。気になるー。はい。で、今回はシングルモードだけです。はい。なるほど。はい。で、この後ですね、マルチクエストがですね、はい、配信されるんで、はい、まあ、みんなでこのクエスト楽しめるようになりますんでね、うんうん、もうちょっとお待ちいただければ。はい。はい、というふうに思っております。お願いします。ということで、かなりのね、大型コラボ。はい。FF コラボにも匹敵する。本当に。ね、同じぐらいのレベルのコラボです。はい。で、あとは、まあ、これがあって、このマルチがあって、うん、
しばらくちょっと次何かっていうのはまだ教えられないですけども、はい、まだまだね、一周年経った後、いろいろまだ企画ありますんで、はい、ぜひぜひモンスターとワールド楽しんでいただければと。お願いします。はい。はい、というわけで以上、モンハン部放送局サードのコーナーでした。お相手は高橋みなみと、モンハン部編集長のモテヤマンでした。ではエンディングの時間ですが、はい、辻本さん待ちに待ったあの時間がやってきました。エンディングですが、これギャグの時間ですねということはね、そんな時間ないんですよ、ね、ギャグの時間なんて。でも今回は自信のあるネタはもう最初に1回カットされてなければ、ね、そうカットされてる可能性はあってやってるはずですけども、もう一個今日はできそうなのがあるということで、そうですね、先行では落ちた方です。落ちた方のネタです。はい、はい、じゃあいいですか、やっぱ。お願いします。いきます。お願いします。はい、じゃあ、はい、お願いします。あ、テトルだ。テトルだ。仲間になってくれるかな。おい、テトル、テトル、ちょっと、仲間になって一緒についてきてくれ。テトル、テトル。ちょっと今パン食べてるから後にしよう。あ、テトルじゃなくてフトルだった。すみません、いかがでしょうか。これボツになるのがわかりますちょっとちょっと救難信号つけて。おお、なんでそんなの先に出さないんですか。これはピンチになった時本当にやばい時誰か助けて、龍蔵さんの無茶ぶりから助けて。うわ、ここまで本当だ、ここまでセットになってんだこれ。海外からも助けが来るかもしれない。すごいね、海外からヘルプミすごい、滑るのを前提でここまで設定になる。前提ではない、前提ではない。受けるかな、滑った時用も一応考えた。すごいなぁちょっと感動してる。最近うまいんですよ、だから流れがうまい。うまいんじゃないんですよ、さすがね。うまいはいらないんです、面白いが欲しいんです。いやー、さすがベテランですね。アイスボン出ろはい、というわけで、はい、今日もありがとうございます、はい、皆さん、アイスボンじゃない、アイスボーンです、アイスボーンです、はい、お願いします。すいません、はい、はい、ではタッチのお二人からリスナーさんに何かお知らせってありますか。あ、そうですね、じゃあもうせっかくなので、はい、カプコン TV、うん、はい、毎週第1水曜と第3水曜日、はい、YouTube と、いろいろ配信してますので、うん、はい、ぜひ見ていて いただければ、カプコンチャンネルを検索していただければ、はいはいはい、その他、はい、Twitter とかでも、はい、活動を報告してますので、はい、ぜひ見てください。はい。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。いいですか、他の会社のゲームの。宣伝をしなくて。宣伝しなくていいですか。そんな、本当に。大丈夫ですよ。はい。そういう判断、疎いんで、ちょっと。やめておきます。はい。ツイッター見れば結構載ってる、はい、そうですね。ツイッター見てください。それで番組からもお知らせです、はい、メールをぜひ送ってください。メールはインターネットラジオステーション、音声の番組の投稿フォームからお願いします。よく送ってくださる方はぜひメールアドレス登録しておいてください。直接メールする場合は mhr@onsen.ag までお願いします。ツイッターはハッシュタグ良蔵の部屋をつけてつぶやくとこちらでご紹介できますので、よろしくお願いします。はい、そしてマイカプコン、こちらもあなたの登録待ってます。マイカプコンはカプコンの最新ゲーム情報などいろんな特典が受けられるサービスとなっています。登録無料なのでぜひどうぞ。はい、というわけでそろそろお別れの時間となっております。もういいですか、ギャグの方は。もうないですよ、いい加減にしてください。来てくれなくなっちゃう。あ、ごめんなさいね。間が入ったらギャグを振るっていう。最後の一滴まで絞り取ろうとするんですよ。本当です、ね、また、はい、ぜひ次回、そうですね、はい、行ってきます、はい、また次の機会にやります、ね、はい、じゃあ皆さんまた楽しみにしてください。はい、はい、というわけで今回お相手カプコン辻元と宇佐美ゆき、そしてゲストはザタッチのお二人でした。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。良き人生と良き狩りと良きライド、モンハンラジオ良蔵の部屋。この番組はカプコンの提供でお送りしました。